皆様こんにちは YouTube ご視聴いただきましてありがとうございます今日はですね、昨今本当にテレビのチャンネルをつけますともう本当に世界中のありとあらゆるもう本当に目を置いたくなってしまうような事件まあ本当にスマートフォンにも様々なニュースが入ってくる中で どうしてこういうふうなもう戦争から小さな本当に家庭の虐待のお話とかも最近ニュースで巷を賑わせているかというふうに思いますがまあそういったこともしっかりまた災害ですよねあのいろんなところで今災害が起きていたりですとかまあ中国からミャンマーに向けて流れているメコン川の,あの問題ですとかもう本当にさまざまな問題が日本そしてまあ世界 本当に様々な国で起きています本当に一番、まあ、身近というふうな話で言ったらもう本当に家庭次元でいう虐待の問題ですとかもう、まあ、虐待だけではなくて家庭内で息子さんがお母様を刺してしまったっていうようなあのお話があったりですとかそしてもう本当に大きな規模で言うと、まあ、今のウクライナとロシアの戦争またねあのイスラエルの方で起きています、まあ、戦争。 あありとあらゆる世界次元での戦争までには至っていませんけれども大きな課題問題問がこの世界中にはたくさん今勃発しています、まあその中でさまざまなこう物理的な解決方法を見出そうとして人間は今までのこの人類歴史の中でさまざまな解決策を見出してきましたけれどもその解決策が本当の解決策であれば今頃 もう戦争は起きていませんしありとあらゆる争い問題世間を逃げわすような本当に痛ましいニュースというものがなくなっているはずではないかなというふうに思うんですがじゃあ根本的なな解決策は何なのだろうかそれを私たちはもう本当に宗教でもなくスピリチュアルでもなく哲学でもなく科学でもなく本当にの設理的なもの自然の理 というもののの学びの中から皆様にお伝えしたく思っておりまして、まあ、このようなを配信させてていいただいておりますその,あの話の中で、まあ、どれだけ皆様のお心に届くか分かりませんけれども精、まあ精一杯努めさせていただきましてこの世の混沌と混迷からさまざまな調和と秩序を生み出していける何かの一役になれればというふうな思いで本日お話をさせていただければというふうに思っております。 では早速始めさせていいいいたただきたいとういうふうに思いますでは今皆様はスマートフォンあるいはテレビあるいはパーソナルコンピューターパソコンでこの動画をまあご視聴いただいているというふうに思いますが今皆様のお手元の近くにあります存在しているもので存在目的が分からず皆様がご使用になられているもの身近に置かれているもの ありますでしょうか？どうでしょうか？今、私の周りにはえまノートと、あとはまホワイトボード、そしてま今ええっとテレビが隣にありまして、ま窓とか、えー、ブラインドとか時計とかドアとかもう本当にありとあらゆる様々なものが存在しています。意識をするとあるんですが、意識しなければないんですよね。今、私も今あのカメラに向かってお話しさせていただいているんです。けれども、今目の前にノートと。 ここにスマートフォンが置かれれているんですけれども、やはりこうずっとカメラの方に意識を向けているとカメラは意識しているのであるんですがやはりこうノーートトとスマートフォンは意識しななければやっぱないんですよね。それと一緒ねやはり存在している目的というものも意識すれば自分の意識の中に生まれてくると思うんですけれども意識しなければカメラはただのカメラだしノートはただのノートだし。 ドドアアはただのドアなんで,すよ、ね、でも私たち存在しているその目的例えばスマートフォンでしたら、まあ、どれか誰かとこう連絡を取り合うですとかいろいろなものを検索したりとかっていうことの使用目的このスマートフォンさんの存在する目的が正しく理解できてそれをしっかりとお一人お一人の中で把握をしているからこそそこに存在する意味意義価値を付与することができると思うんですよね。 いかかがでしょうか今皆様が、まあ、今ご自宅にいらっしゃるのか、まあ、カフェにでくつろいでいらっしゃるのか、まあ、人それぞれシチュエーションは違うというふうに思うんですけれども皆様の目の周りをこう見渡していただいて存在する目的が理解ででできていないものっていいいいいなななものののっううははおそらくないのではないでしょうかまずここから今日の話はスタートしたいというふうに思います。 で、この存在目的というものが分かって、初めて存在する意味、意義、そしてまあ価値がまあ付与されるわけなんですね。ただ、先ほどもお話ししました通り、存在する意味も意識したらあるんですけれども、意識しなければない。私たちって意識を まあ、無意識に、まあ、使ってしまう時と、まあ、この真逆は有意識あまりね「有意識」というふうな言葉って身近ではないかもしれませんけれども、まあ、無意識という概念が存在するのであれば「まあ、有意識」というふうな概念が存在するかというふうに思います。 例えばね、こう私今あのスマートフォンの話を例に出しましたけれども、スマートフォン、何気なく無意識に使ってしまったら、スマートフォンはスマートフォンとして、まあ存在はしてるんですけれども、そこに、まあ意味と意義と価値、そこまでやはりこう意識っていうのってしないと思うんですよね。でも、例えばスマートフォンの存在する目的は、あ、誰かと連絡を取るためだよね。 どなたかにちょっとこうアクションを起こしたいよね。何かを検索したいよね。そういうために使わせていただいてるんだな。というふうに存在の目的を有意識することによってそこに意味が生まれて意義が生まれて価値を付与することができる。そうすることによって無意識でこのスマートフォンを使わせていただいている時ときと有意識で使わせているときとで 全くこのスマートフォンさんに対しての、うん、まあ思いといいますか、が全く変わってくるんですよね。そうすると使わせていただいていることに対しての価値を付与することができると、なんとまあ無意識の時と有意識の時と、全くこう自分の中で生まれてくる、うん、価値のまあ想像力といいますか、そういったのが変わってくるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。はい。 なんでこんな話をずっとしているのかというふうに、まあ今からちょっと着地点に行きたいというふうに思うんですが、皆さんの目の前にあるもの、身の回りにあるものの存在の目的が分かって初めて私たちはちゃんと存在する意味、意義、価値を付与することができて、それをまあ無意識の時はなかなか見出すことができないかもしれませんけれども、意識した時にさらにその価値を付与することができる。それは ちゃんと目的が理解できているからだと思うんですね。では、皆さんに質問です。皆さんお一人の存在、目的、ご存知ですか皆様お一人お一人が、まあ、はたまた人類、人間という存在が、なぜ存在しているのか、ご存知でしょうか例えばね、 このペンの存在目的と、このペンの存在目的と、このペンの存在目的。まあ色はちょっと違いますけれども、例えば仮にこれが全部黒だとします。この存在目的が全部違ったら、この青は、この、今これ青なんですけど、まあこれが、はこういう場合はこう。緑はこういう場合はこう。黒はこういう場合はこうなんていうふうに、まあペンという同じ、まあ存在なんですけれども、この場合のペン、この場合のペン、この場合のペン、 の目的が違ったら、私たち使うたんびに、これはどういうことなんだっていうところから始まって、もうその時点でもうどうしていいかがわからなくなると思うんですよね。ね A さんの存在目的はこう、B さんの存在目的はこう、C さんの存在目的はこう、同じ人間なのに、A さん、B さん、C さんで存在する目的が違っている。これが今の混沌と混迷につながっているんです。 本当に私たちって身近なものほど全く興味関心を持てない。そういうふうにこの体が作られているからこそ一番身近な自分という存在がなぜ存在しているのだろうか。そこに全く意識がいかなくどんどん大人になればなるほどなっていくんですよね。でもおそらくどんな方も まあ幼少期なのか、もう大人になられてからなのか、まあ、はたまた、まあ、いろんなこう問題に人生に、こう、人生を歩んでいく中でぶつかられてたりとか、そういった中で、ふとした瞬間になんで自分って生きてるんだろうとか、自分ってなんで存在してるんだろうとかって悩んだことある方、いらっしゃるのではないかなというふうに思います。私も本当にあの、小学生の時に、どうして自分って自分なんだろうって、どうして自分は、 なんか存在してるんだろうかって。何に向かっているんだろうかって。でも、どんな人も必ずお、おばあちゃんであろうが、おじいちゃんであろうが、小さなね、お子様であろうが、赤ちゃまであろうが、ね、ワンちゃんであろうが、猫ちゃんであろうが、みんな絶対死ぬんですよね。どうせ死んじゃうのになんでいるんだろうとか。本当に様々なことを幼少期、まあ、考えて過ごしていたことがあります。 で、今私がお話をさせていただく話っていうのは、パラダイムレボリューション理論、パラレボ理論というふうにもお伝えしているんですけれども、まあ意識、まあ価値観、枠組みを革命を起こしていこうというふうな意味合いのパラレボ理論というものにのっ,とってお話をさせていただくんですけれども、まずはこれがやはりこう理解できていないと、これというのは存在目的、人類共通の 全人類ですね。全人類共通の存在目的が、この地球に住まわる全ての人類に共通の存在目的がわからないと、いくら法律を改正しようが、いくらいろんなこう、世界でざまなこう決まりがあるじゃないですか。京都議定書だとかね、環境問題で言ったら、いろんな国レベルでも、 国家レベルでも、いろんなまあ学校とかっていう次元でも、いろんな決まりがありますけれども、この人類共通の存在目的っていうものがない限り、いくらそういったものを制定したところで、絶対解決しないんですね。はい。ではそれは一体何なのかというところを、今からお話をしていきたいというふうに思います。まあ、私たちは、おぎゃーと生まれて0歳。 から、まあ今の時代は人生100年時代なんていうふうに言われていますけれども、まあ大体80歳から100歳ぐらいまでの、まあ人によってはね、もっと短い方もいらっしゃいますが、まあ80年からまあ100年というふうな規模で、一応はちょっと捉えていきたいなというふうに思うんですが、まあそれをまあ人生というふうに呼びますよね。で、このおぎゃーと生まれてから死ぬまでの、この人生の、まあ要は目的ですよね。 とは一体何ぞや、な、何ぞや、んなんだろうかっていうところです。そこを解明、紐解くために、すごく身近な、私たちが、誰でもが経験しているところがあるんです。それは何かっていうと、まあ、ヒントになるところですね。ヒントになるものがあるんですが、それは何かと言いますと、私たちが生まれる前に、どんな人も全員共通して経験していた経験があります。 まあ、ほとんど記憶はないので、どんなことが行われていたのかなんてことはさっぱりわからないんですけれども、まあ、事実として絶対に人類共通でみんな絶対通ってきてる道があります。それは何かと言ったら、お母さんのお腹の中で体を作ってもらったという、まあ、体中生活ですね、まあ。これが約40週と言われていますよね。 この40週で一体全体何をしていたかと言いますと、お母様のお腹の中で、私も息子がいるんですけれども、私もあの、本当にね、ちっちゃい、全く持ってお腹の中にいるかいないかわからないぐらいのところから、もう、いるっていう存在感がたっぷりのもう、8キれんばかりの本当にお腹もデベソになっちゃうみたいな、そういう、あのー、 状態もすべて経験させていただいたんですけれども、もう本当にすべて栄養は吸い取られ、なのでもうあの、血液とかもですよ、すべて息子の方に取られていくので、もうどん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 と、あの、血液が酸、酸、酸欠になっていって、もう後期の、後期に近づけば近づくほど、もう酸、酸欠で、もうフラフラしちゃったりとかっていう経験をする、していたんですが、もうそのぐらい本当にあの、 目まぐるしく、この40週では、そのまあ、子供の肉体、体を形成する時間ですよね。で、その体を形成する時間の中で、例えばまあ、仮にですよ、お母様が、まあ、ちょっと怪我をするような、まあ、転倒してしまったっていうふうになると、お子様のね、体に何か影響があるんじゃないか でやはりりどんな、ね、お母様も思ったりとかちょっともう本当にこうねあのわりとかで大変だったりとかするともう栄養がやはり取れなくなってしまって、まあ、産婦人科に行かれて点滴を打たれたりとかもうそのぐらいやはりこの栄養っていうものが体を作るためにはものすごく大切になってくるそれも結局やはりこう肉体を作っていくための酸素と栄養がものすごく大切だからですよねじゃあこの体 を作っていた40種なんですが、この体は果たしてこの体中生活で必要だったのでしょうかっていうところなんですよね。足。これってお母さんの中で必要でしょうか手必要でしょうか肺必要でしょうか腸必要でしょうか全部お腹の中では必要のない 存在なんですよね。じゃあ、どこで必要かと言いますと、おぎゃーと生まれて、まあ、ある意味体中生活が終わって、ある意味ね、お腹の中での胎児という存在としては、へその王を切られた瞬間に死ぬことになりますよね。胎児としての死。まあ、終わりということですよね。終わり。そして、おぎゃーと生まれて、初めてここで、 外気に触れることで、赤ちゃんは、お母さんのお腹の中で作られ、まあね、生まれた後に必要であるというふうなために作られた肺で、と息を吸って、おぎゃーというふうに、息を出すわけですよ。これで初めて、あ、おめでとうございますって、無事に生まれましたって言われるわけですよね。でもここで例えば、おぎゃーと、泣かなかったりとかすると、 トントントンって背中を叩かれたりとかちょっとねあの呼吸器の方に移動したりとかして本当にこの子は大丈夫なのかしらっていうことをする確認をするわけですよね。まあそれはちょっとあの余談なんですけれどもまあ何を言いたいかって、ね、お腹の中でお母様が作ってくださった肺は初めておギャーと生まれた瞬間に使われるわけです。例えばお食事 お腹の中でするかしないんですよね。へそのを通してお母様から栄養をもらって血液から酸素をもらっているので全く胃の存在も必要ないわけですよね。足は生まれて歩くために必要なわけですよね。まあ最初に赤ちゃんは、うん、歩けませんけれどもね、でも もううちの息子も、まあ、9か月8か月ぐらいで歩き始めたんですけれども、まあ、歩くために一生懸命一生懸命ハイハイしたりとかずりばえしたりとかいろんなことをするわけですよね。でも何かをつかむため、ね、誰かをこう撫でたりとか、ね、めでたりとかするため見つかうわけですけどじゃあお母さんのおの中でどうしてたかって言ったらう,うちの息子なんてもうずっとこうやって手をこうやって顔の前に <laughs> あのしていたぐらいやはりまああまり必要ないわけですよね。 全てこの体中生活の役割は何かと言ったら、体を、地球生活、人生80年、100年を生きるために、まあ必要な存在なわけです。体中生活では必要のない。でも、この体中生活が終わって、次に待ち構えている地球生活を始めるために必要なもの。いわゆる、 何かと言ったら、対中生活は地球生活のための準備期間だったってことが言えるわけです。どうでしょうか。なので、お母様とお子様の、まあ、二人三脚で、まあ、ほとんどもうここはね、お子様はもうお母様にもう全てを委ねるような状況にはなってしまうんですけれども、お母様はとにかくこの子が無事に健康に生まれてきてほしいって思って、 約40週を過ごすわけですよね。それはなぜかと言ったら、地球生活80年、100年を健全に生きてほしいと思うわけ、思うからですよね。で、生まれて初めて結果を見るわけ、結果。 お腹の中にいいる時は分かんないんなですよ今はね医療が少し発達していますから、まあ、スクリーニング検査とかで体、まあ、児がどういう状況なのかとかあとはエコーとかもね 4D とかが出てきているので、まあ、どんなお顔なのかなんていうふうなことまでは見ることができるかもしれませんしけれどもでも本当に生まれてみないとどういう状況なのかってところまでやはりわからないんです生まれて初めて結果がわかるんですよね中生活は 体中生活のためにあらず。体中生活は地球生活のための準備期間だったということなんです。ということは、今ね、皆様が何年ぐらいの人生を読まれてきてるかわかりませんけれども、この地球生活も体中生活が体中生活のためにないと一緒で、実は地球生活も地球生活のために存在しているわけではないんです。 じゃあ、何のためなのか。対中生活は地球生活をするための準備期間でした。実は、地球生活は、次の、死んだ後の、まあ、もっと身近な日、日本人の方はね、すごくこう、身近かもしれませんけれども、意識生活。 よく、ま、日本人の、あの、ま、神道とかですと、ま、魂が、あの、お盆に帰ってくるなんていうふうに、ま、言葉がありますので、ま、この魂っていう言葉にはものすごく日本人はもしかすると身近かもしれませんし、ま、魂を込めて何かを作るとか、 あの、一根投入とかってよく言うじゃないですか。まあそういう意味でまあ魂っていうふうな言葉の概念は、まあいろんなね概念がもしかすると存在するかもしれませんけれども、まあとにかく死んだ後、死んで終わりではないんですね。死んで終わりだったらじゃあ何のためにこの80年100年があるのかって話になりますよね。ね虚しくないですか死んで終わっちゃったら、一生懸命汗水垂らして、苦労して、悩んで、乗り越えて、全部なくなっちゃう。 なんだったらもう今すぐ死んだ方がマシだよって思う方何人もいると思うんですよね。そんな風なことだけのためにですよ。この人生があるんだとしたら、じゃあなんでこんな苦労しなきゃいけないのか。なんでこんな悩まなきゃいけないのか。ねえ、思いませんかすごく不思議だなって思うんですね。実は死んでも終わりではないんです私たち。死ぬっていう状況は、この体から私の意識体、 まあもっと身近な言葉で言うと、まあ魂、心が肉体から離脱する瞬間なんです。はい。じゃあ、それって天国なの地獄なのどういう世界,世界なのここがこの人生の目的なんですよ。先ほど胎児が生まれてみないと、 胎児のこの肉体がどういうふうに作られたのかがわからないっていうふうにお話をしました。実はこの地球生活は意識体生活、意識体生活の準備というふうにお伝えしましたけれども私たちはこの地球生活の中で自分がどんな魂のなのか自分の意識体っていうのはどういう意識体の状況なのかなんていうことがわからないんですね。 じゃあなんで分からないのかと言ったら未来は誰にも分からないんです。えそうでしたよね。体中生活も私もどんな運な子が生まれてくるのかって分からなかったですよ、ずっと。どんなお顔してるんだろうどんな性格の子なんだろう早く会いたいな、会いたいな、会いたいなーって。でもその反面やっぱりちゃんと上手に育てられてるのだろうかちゃんと栄養いってるかなどうだろうって。やっぱり不安もついてくるっていうか。 でもそのために、いやでも元気。健康で生まれてくる。健康で生まれてくる。でもやっぱり、いくら願っても、生まれてみないとわからないんですよ。じゃあなぜかって言ったら、未来は誰にもわからない。自由な存在だからです。例えばね、占いとかで、あなたは5年後に結婚してなんちゃらかんちゃらでとかって言われる方いらっしゃいますけど、本当ですかってところですよね。どんな人の未来も自由が保障されているべきであって、 確かに知りたいですよ。未来がね、どんなことが起きてるのか。でも、例えばですよ。自分は東大に行きたい。はい、あなた大丈夫です。どなまわ、あ、分からないですけど、無責任な方がですよ。あなたは将来、ね、億万長者になります。まず東大に行って、とかっていうふうに言われたら、何の自主努力もしないじゃないですか。自由だからこそ、未知だからこそ、努力をして頑張ろうって思ったりとか、自由だからこそ、自分のものすごい可能性を信じることができたりするわけですよね。 そこにたくさんの自分の価値、先ほども少しここに書かせていただきましたけれども、未来は自分が自由だからこそ価値を付与していくことができるわけです。分かっちゃったら不自由ですよね。つまらないですよね。なので、未来はどんな人にとっても常に自由で未知なる存在なんです。ですので、死んだ後、 自分はどんな意識体の生活が待っているのかっていうのは死なないとわからないんですね。未知なる自由な世界なんです。じゃあここでどういうふうにしたらいいのかって言ったら、ここでお母様がいつ生まれてもいいように、 せっせせっせと、ね、養蚕をとって、栄養をとって、たくさん呼吸をして、できれば体重にいい影響が与えられるように、まあ、私なんかは、あの、クラシック音楽とかを聴いてみたりとか、まあ、いい匂いを嗅いだりとか、まあ、物理的に様々なこともしましたし、まあ、この子にとっていい環境は、やはりお母さんの一番の、まあ、うん、心情 一番通じてるというふうに思ったので、私はありがたいことに、まあ、この理論を伝え、あの、お話を聞かせていただいていますし、まあ、このふうに偉そうにお話をさせていただいていますので、まあ、とにかくね、人生の目的ってこうなのよ、とか、お母さんはね、って生まれてくるの楽しみだよ、とか、まあ、そういった心の通う、あの、浄土の交流なんかも、まあ、したりとかはしていたんですけれども、ですので、まあ、とにかく、まあ、そういった様々な、この、準備をして、 で、とにかく健全に生まれてきますように、というふうに、いつ生まれてもいい準備をするわけです。この地球生活、体中生活、いつ生まれるかわからないです。いつ、あの、陣痛が始まってとか、ね、いつなんか生まれるかわからないわけですよね。まあ、この体中生活からすると、まあ、いつこの体中生活の終わり、いわゆる胎児にとっての死、 が来るかわからないのと一緒で、この地球生活も私たち全員人類共通して死にます。あともう一つ共通していることは何かと言ったら、全員共通していつ死ぬかわからないってことなんです。どんなに今瞬間に生まれた赤ちゃんであろうが、どんなに不治の病という、まあね、難病に侵されていようが、誰にもいつ死ぬかわからないんですよ。 これも共通なんです。なので、いつ自分の意識体生活が始まるかがわからないわけです。では皆さんは質問です。どんな魂の世界、どんな意識体生活を死後送りたいですか不平不満たらたら、怒りメラメラ、そういった意識の世界で 過ごしたいですかそれとも、いやーもう本当に感謝ですって、ありがたいですって、もう本当に日々嬉しいです。ありがたいなというような意識の世界。まあ今、極端な例ですけれども、極端にどちらかしかないとしたら、どんな意識体の生活が待っていたら、皆さんは、 いつ生まれてもいい、イコール、いつ死んでもいいっていうことですよね。いかがでしょうかおそらく100人中100人の人が感謝いっぱい、嬉しいな、楽しいな、あ本当にありがたいことだな、という意識の世界に行きたいっておっしゃると思うんです。だったらですね、ここは死んだ後の 意識体生活のための準備の世界なわけですから日々毎日どれだけいつ死んでもいいように感謝とありがたいなという意識で意識をいう意識で過ごしていけるのかこれが いつ生まれてもいい準備。いつ死んでもいい準備になるわけです。誰も1時間後なんて保証されてないですよ。どんな赤ちゃんであろうが、どんなに間もなく老衰で亡くなりそうな感じの雰囲気の方であろうがですよ。1時間後。なんでも保証されてないんです。明日、もっと保証されてないです。だからこそ、今日、この瞬間に自分は死んでもいいという思いで、どれだけ、 いう意識で、無意識だったら絶対こんなことできないんです。まあ、そのからくりが後ほどお伝えしますけれども、どれだけ今これが最後の瞬間だという思いで、だって1秒後も保証されてないんですよ、私たち。この瞬間に突然地震が起こって、まあ、ここのあの、教室8階なんですけど、突然3.11以上の地震が起きてですよ。もう倒壊して、瓦礫の下になって死ぬかもしれないですよ。 だからこそいつ死んでもいいように、この体中生活で胎児がいつ生まれてもいい。要は胎児にとっての死がいつ来てもいいようにお母さんが本当にいつ生まれてもいいようにという思いで育んでいたようにですよ。この地球生活もいつ魂が生まれてもいいように、魂はね、わかりません。でも心はわかりますよね。自分はどんな心を使っているのか。 自分は今どういう悪い心を使っているのか、いい心を使っているのか、不平不満たラたラの心それとも温かい感謝と喜びの心どっちなんでしょうかどんなに最悪な環境下であろうが、どんなに裕福な環境下であろうが、心は常に自分が管理ができます。でも、物理的なこと、例えば病気になる。なりたくないのになりますよね。不健康、風ぜ、かかりたくないんですよ。 でもなっちゃいますよね。物理的なことは自分ではなりたくなくてもなってしまう。要は管理が絶対的にできないんですよ。でも、心は絶対的に管理できますよね。なぜだってわかるから。私が今、はあすっごい今、もう心地よい、温かな気持ちになってるなとか、すっごい今、怒りだなとか、人の心の中は見えないです。でも、自分の心の中はわかりますよね。 実は、これが、ここで、お母様が、とつき10日40週、この子がとにかく健康に育ちますように、健康に育ちますように、健康に育ちますように、なのか、もうこの子がもう本当にもう、ムカつく。なんなのもう、死んじゃいないのに、とかですよ。わかりませんけれども、例えば、まあ極端な例で言ったらですよ。そういった思いなのか。で、この胎児が生まれた後の、この結果、 が変わってくるのと一緒で、親、お母さんがお子様の体を一生懸命一生懸命作るんですよ。でも子供はもうそのまま、気の身気のまま、お母さんがどんな感情を使おうが、お母さんがどんな栄養を取ろうが、タバコパクパクね、吸おうが吸わないが、パチンコ屋さん行こうが行かないが、お母さんがね、ものすごくいい、体調のいいミュージックを聞こうが聞かないがですよ。 もう受けけるだけなんですよ子供はその結果生まれて分かるその時にお母さんが「はああの時タバコ吸わなければよかった」なのかそれとも「はああもう本当に健康に生まれてきてくれてよかった」「座りつらかった」「本当に貧血になったつらかった」「でもあの時頑張って乗り越えてよかった」って思うのかそれとこっち一緒なんですね。 実は、この魂ちゃんは、この関係と一緒で、完全に育てていただく立場なんです、魂ちゃんがじゃあ、誰が育てるのかと言ったら、先ほどお伝えしました。私たちは、ね、あ,あ、あなたの心って広いですね、とか、あなたってものすごく人格者ですね、とか。まあ、心っていうのは人格とも言えるんですけれども、心が豊かな方ですね、 心がとても温かい方ですねとかは言うと思うんですけど、魂が広いですねとか、ね、魂が温かいですねなんていうことって使いますか使わないんですよね。それはなぜかわからないからなんですよね。でも心が温かいとか、ね、心が広いとかっていうのはわかるから、そういうふうな言葉を使うわけです。わかるんですよ、心は。どんな状況か。どうですかじゃあ今皆様は今、自分の心、いかがでしょうかどんな状況でしょうか 分かりますよね。はい、この心は魂を育てさせていただく立場なんです。この心が魂を育てるというのは、ここと全く同じことで親ね。お母様の様々な。まあ、心情。そしてまあ、肉体的な行動によって子供。 は、もう木の意味、木のまま全てをもう受けるしかない状況と一緒。その結果、地球生活が始まった時に、あ、よかったなのか、やってしまったなのかがわかるのと一緒で、この心が親なんです、親。魂は子なんですね。この親心として、魂がいつ生まれてもいいように 日々、精神、誠意を尽くして、子魂のために、良い環境を日々作っていく。その良い環境っていうのは、物理的な環境もそうかもしれませんけれども、それ以上に、心の環境です。それは、皆様が死んだ後に、行きたいな、と思うような意識の世界を、 自分が心で作っていくだけなんです。でも、そうさせてくれない存在があるんです。それは何かと言ったら、皆様の欲なんです。この欲があると、奪いたい。欲しい。あれも欲しい。これも欲しい。それも欲しい。欲しい、欲しい、欲しい。テイク、テイク、テイク。この欲望が愛されたい。 認めてほしい。評価してほしい。欲しい、欲しい、愛されたい。欲。この欲が、この親心を欲の親にしてしまうことによって、欲の子、魂を作っていってしまって、そして、 死んだ後に、あもっとあの時頑張っておけばよかった。もっと欲ではない心を使えばよかった。なんていうふうに後悔しても、もう遅いんですね。じゃあ、この欲はどうして出てきてしまうんでしょうかどうして人は奪い合ってしまうんでしょうかどうして人は認め合いたいのに、認めてもらいたい。 で、関わってしまうんでしょうかその理由がわからないから、今もなお、何の歴史からも学びを得ないで、人間は争い合ってるんですね。あの戦争も、ただの自分の認めてほしい、評価してほしい、愛されたいの承認欲求の、もう最たるものなんですね。それが、個人から、夫婦。 家族、氏族、民族、国家、世界という次元にまで上がっていってるだけなんです。そうなんです。個人の欲望が世界の争いを作ってるってことなんです。だからこそ一人一人が関係があるんです。だから一人一人の自助努力が必要なんです。だから人類共通の存在する目的が必要なんです。今、日本。 ね、そして、まあ、こういう動画を見ていただけるということは、おそらく。今。恵まれた環境に置かれている方が多いのではないかなというふうに思います。まあ、こういう話はぜひとも、大変な状況下に置かれている方に聞いていただきたいというふうに思うんですが。それでも、ね、いろんな方が、まあ、聞いていただいていること、本当に、あの、感謝のことなんですけれども。特に日本、私もそうです。本当に、平和の世の中に生きてしまっています。 ありがたいことなんですでも努力をするっていうことに対しての果敢な挑戦がやはり環境下が豊かなだけあって自分で助力をして見つけていかないと本当に難しいなって常日頃ご自分自身ですごく感じています。与えてもらっているものが多ければ多いほど当たり前が多くなっていく。 そうすると自分の足らずっていうものに意識がいかなくなってしまうんですよね。まあ先ほども言ったまあ言う意識になりにくくなってしまう。なのでもう本当に今与えていただいているこの環境下がどうであろうが、どんな状況であろうが、人類共通の本当に目的がわからないと人事なんですよね。あの人事、ロシア語とウクライナ語とガザ語と で終わってしまうんですでも人類共通の目的を全員が思っていたら地球は地球ごとじゃなくて自分ごとなんですよねそれもやはり人類共通の目的まあ、いわゆる目標なんですけどそれがバラバラだから他人ごとで終わってしまうんです話を戻しましょうどうしてではこの欲 で、私たちは後悔をしてしまうのか。私という存在が、主語が実は間違っているからなんですね。皆様は、私は、私がという主語を使うときに、一体全体どこに意識を置いてその言葉を使っていますかおぎゃーと生まれた瞬間から、 私たちはこの肉体という存在と共に歩んでいます。でも、突然風邪をひいたりするんです。うちの息子も幼稚園に入ったばかりで、よくしょっちゅう風邪をひくんですよ。でも、私も息子も風邪をひいてほしい。風邪をひきたいなんてこれっぽっちも思ってないんですね。先ほどもお話ししました。存在するものには全て存在目的があると。 そして、存在するということは、意識したらあるんです。でも、意識しなければないんです。私という存在も、意識したらありますよね。意識しなければないんです。そうなんです。存在するものは、存在しているということは、すべて意識があるから存在しているんです。ということは、心を意識したらあります。肉体も意識したらあります。 それぞれ肉体が存在しているということは肉体にも意識があるからです。心が存在しているのも心にも意識があるからです。今皆様の目の前にある有機物、無機物様々なものが存在していると思いますが私たち人間って傲慢なので動くもの、要はいわゆる有機質は意識がある。でも無機質、動かないもの、いわゆる命がないというふうに 思われているようなものは意識がないと思ってるんです。もうそもそもそこが間違ってるんですね。肉体、お体、皆様のお体ありますよね。そのお体の中には、なんと、60兆個の細胞と110兆個の有効微生物が存在していて、それが故に無意識でも心臓は動くし、ねえ、はい、大腸さん、消化してください、なんて言わなくてもですよ。どん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 便を作って、小腸さんがどんどん栄養を吸収して、 いいいちちいちいち私たちが指令しているかしてないんですよね脳ししててますかしてないんですでもじゃあどうしてオートマチックに動いてくれるのか脳にも意識があるからです腸にも意識があるからです肺にも意識があるからですそして肺を動かす臓器を動かすさまざまな組織器官意識があるからです組織器官を形成するさまざまな細胞有効微生物意識があるからです 意識の融合体。では皆様今空気を吸っています。見えますか体で。目で見えますか見えないんです。でも、存在しているってことは意識があるんです。今私たちが吐いているこの二酸化炭素も存在しているということは意識があるから存在している。そうなんです。存在するものには全て意識があるんですね。では先ほどの話に戻りますが、風邪をひきたくないのに 体は勝手に風邪になるんです。がんになりたくないのに、勝手に体はがんになるんです。自分は頭が痛くなりたくないのに、頭が痛くなるんです。自分はなりたくないのに、勝手になる。何だと思いますかそれは、肉体という意識と、私はがんになりたくない。 のになってしまうという、この私はという、本当の私という存在が、実は別にあるってことなんです。それは何かと言ったら、先ほどお話ししたこの意識体なんですね。で、この意識体というのは、ここでお話しした心と魂、これを一つにして意識体というふうに呼びます。先ほど何度かお伝えしました。体の状況は、 風になりたくなくてもなってしまう。でも、私が今ハッピーか、私が今怒りなのか、感謝なのかはわかりますよね。分かってこそ自分ではないでしょうか。わからない存在は私ではないのではないでしょうか。実は皆様が自分だと思っているその肉体は自分ではないんです。もし自分だったら、 はい、頭痛くなりたくなななりりたいからなりませんでできるはずなんですがん治りたい治るはずなんですよ。でも他の意識が存在しているからなので私の意識ではどうにでもできないんです。肉体の意識とまあここの、まあ、本当の私という存在。 であるこの心。まあ、魂はちょっとわからない存在ですので、もうこの生活、人生100年時代を生きていく中で、本当の私と言われる存在っても心であり、その意識なんです。それが私という本当の存在なんです。だから意識がすぐに私の意識で変えられますよね。はい、ハワイと思った瞬間に、ハワイは目の前にないですよね。でも、目の前にハワイの常夏は現れませんか はい。怒りって言われた瞬間に怒りを作ろうっていうふうな意識も作ることができますよね。はい。感謝してみましょう。はあ、感謝してみたいな。感謝の意識が生まれるじゃないですか。でもですよ。この体はどうですか頭が痛い。痛くなりたくないんですよ。遠足に行きたいのに風邪になっちゃった。治んないんですよ。 これが正真正銘、肉体は自分ではない。いわゆる、あなたの肉体は他人ですということなんです。じゃあ、もっともっと事実を持って検証していきます。この肉体は誰が作ったのでしょうか先ほど何度もお伝えしました。私もお腹の中で40週、とつき10日、息子の体を作りました。 どんな栄養を食べたらいいんだろういい空気を吸いたい。できれば高速道路、車両が多いような、ちょっとガス臭いようなところに飲みを置きたいか。やっぱ置きたくないですよね。息子にいい環境を作りたいから。でも息子は木の幹のまま。もうお母さんのされるがまま。でも栄養はどんどんどん,どん奪われていく。実感しました。お母さん。 が作ったんですよね皆様の体は違いますかじゃあもっともっとたどってじゃあどうして私たちはお母さんのお腹の中で体を作られることになったのかそれはお母さんの卵子とお父さんの精子が結合して初めて受精卵になるわけです。 じゃあ、どうして結合できるのかと言ったら、お父さんとお母さんがセックスをしないと出会えないですよね。じゃあ、どうしてセックスをすることができるのかと言ったら、欲がないとできないんですよ。どうですか これは変な卑猥な話でもなく、変なエロスのあの話でもなく、この世の中のエロスっていう意味ですよ。そういうこう卑猥な話ではなく、事実の話をしていますので、なんだこの話、気持ちが悪い話とかそういうふうに思わないでください。気持ちが悪いっていうのはこの世の中で間違った性教育をしてるから間違ったように捉えてるだけで、何の恥ずかしい話でもないんです。いいですかその欲望がお父さんとお母さんの中に なければ、精子と卵子は出会うことがないんですね。はじめに、性、食、欲があって、そこで受精卵になって、細胞分裂を繰り広げて、お母さんの胎盤に、その受精卵が着床して、初めてそこから、受精卵は、どんどんと人間、 一月10日の中でですよ。いつ地球生活を過ごしてもいいような準備をしていくために、そこで食欲が出てくるんです。食欲。お母さんのへその緒を通して、酸素を奪い、栄養を奪うんです。そうでなければ、この体は、どん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 と成長しないんですね。正真正銘、 あなたの肉体はお父さんとお母さんが作ったエロスの創造物なんです。で、このエロスというのはこの世の中のまあそういったいかがわしいもののエロスではなくてですね欲のことをエロスと言います。で、この欲というのは今お話をしましたが、まあ、生殖欲、性欲から始まります。 そして次に生まれるのが食欲です。肉体はこの生食欲と食欲がないと維持することができない存在なんです。なぜ原点が欲から始まっているからなんです。私という存在が肉体だと思っているばいるほど常に私たちは愛されたい。 認めてほしい。評価してほしい。欲しい欲しい欲しいの欲望中心の人生になってしまうんです。そしてその人生80年100年を生きてしまうと死んだ後に欲まみれの正解が待ってしまっている。この食欲、性欲が 支配欲、そして財物欲に変遷していくんですね。でも、いくら富を築いたところで、いくら多くの女性を従いたところで、このことって全てが欲望に聞きつするものなので、肉体にしか関係のないことなんです。なので、死んだら、お金持っていけないんですよ。豪邸持っていけない。 高級車持っていけないんです。学歴関係ないんです。多くの美人な女性連れていけないんです。死んだら自分が肉体だと思っていたら自分が気づいてきたもの全部なくなっちゃうんです。で何が残るか。実は肉体が自分だと思って欲望のまま生きてしまうと欲の心が欲の魂を作るので 欲の魂の世界に自分が行かなくてはいけなくなる。対中生活は地球生活のための準備期間です。地球生活は意識体生活のための準備期間です。では、意識体生活というのはどういう生活なのかこの人生80年から100年の時代、どんなに最悪な環境下であろうが、 自分がどんなに貧乏であろうが、自分がどんなに富を築こうが、どんな人でも絶対に死ぬんです。そして、いつ死ぬかわからないんです。どんな空爆で恐怖におののいていようが、どんなにガンで肉体が朽ちていこうが、どんな健康であろうが、1時間後保証されている人は、 誰もいないんですね。だったら、どんなにか、どんなに最悪な環境下に置かれようが、この肉体の環境はすぐ変えられないんですよ。でも、自分の心は変えられるんです。自助努力で。じゃあ、なぜ自助努力ができるのかと言ったら、自分が死んだ後、自分が作った心の世界に行く。いわば、 責任を負っていくっていうことなんです。死んだ後。自分が作った、自分が使った心によって、自分が作った魂に死んだ後、自分自身に対して責任を負っていくことになるんです。だから、とにかくここでお母さんが子供にいい環境を作って、とにかく健康で生まれてきてほしいという思いとごとく、 この心、親心が、いつ子魂が生まれてもいいように、とにかく精神性、心を込めて、丹性込めて、今この瞬間が最後だという思いで、今日自分は死ぬという思いで、どれだけ後悔なく自分が生きたいと思えるような心の世界を、この瞬間、 事情努力で作っていけるのか。そのためには、主語を意識で、肉体は他人であるからこそ、私はという主語は心なんだな。この親心で子魂が作られていくんだな。そして死んだ後私は自分が作った魂の世界に行くんだな。と、全人類がですよ、思えたら、 みんな、この欲ではなくて、感謝。与えたいなんです。与えたい。認めてあげたい。評価してあげたい。あげたい、あげたい、あげたい,げたいのギブの世界になっていきます。こちらの欲は、常に被害者意識です。自分が欲しい愛がもらえないと、すぐに不平不満、ブーブー言います。 欲の塊だからで,すでもですよ心は常に意識体は常に広い次元の高い愛されたいではなくて愛したい自分になりたいんですどん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 と意識の次元を上げたいって思っているんです私も子どもの時代は なかなか分からなかったんですが今息子を授かって今一緒に生活をさせていただいていてすごくすごく感じることがありますそれは何かというと一方的に与えられる愛よりもやっぱり与える愛の方がとっても価値があるなってとっても実体的だなって愛されてるかどうかってやっぱり確かめられない不確かで この体がその人の心の模様を隠してしまうから例えば目の前の人が美味しい美味しいと言って私が作ったご飯を食べてくれていたとしてもこの体ではそのはなんかちょっと美味しくないなっていうふうに思っていたとしても隠せてしまうんですよねでもその本人はあなんかちょっとこれ違うなとかあなんかちょっと嫌だなって思ってることは確かなものとして感じているんですけど私はわからないんですよね それと一緒で、私が息子のことを、私がご旦那のことを、私が知人のこと、友人のこと、私にとって大切な人たちのことを、あ、愛しいなとか、あ、すごく愛したいな、感謝だな、ありがたいなって思ってることは、確かなこととしてわかるんです。 でも、愛されてるかどうかっていうのは全くわからないなって。そう思った時に、やっぱり与えられる愛、もういいかもしれませんよ。子供の時代は。でも、親になってみて、いやーって、もう見返りのない愛。もう息子がとにかく成長してくれてること、健康でいてくれることがもうとにかく嬉しいなって。もうそのためだったらもう何でもできちゃう。何でもやりたくなっちゃう。 思ってる自分がものすっごく素敵だなと評価ができる。でも愛されたいなって思ってしまうと不安になる。なぜわからないからなんですよね。で未来は自由で未知で常に不確かなんです。愛されたい愛されたいだったら常に未来も不安ですよね。でも愛したい与えたい 自分が自分の心を作っていきたいって思っていたらどんなに未来が分からなくても自分が作っていくわけですからワクワクでしかないし楽しみでしかないなってなので息子がどんな息子になっていくかは全部自分の本人の自由ですけれどもそれを見守らせていただくこと一緒にそういったことをまあ一緒にこう共にさせていただけることは 本当にありがたいことだなって思わせていただけるとまたより一層自分が自分自身の親心を豊かにしていけばしていくほどこだましい要は自分が死んだ後に責任を負っていく世界がとっても楽しみになるというふうな感覚でさまざまな人と共に与えたい与えたいという世界を作っていけるなって 楽しみだなになっていくなと思うんです。ですので今この地球上で起きている全ての問題は他人ごとにもしなっていたとしたらそれは肉体が自分だと思って他人である肉体を自分だと思ってるから関係のないことなんですよね。でも自分ごとになるためにはまずは人生、人類、 共通の目的をまずは知ること。それは何かと言ったら、対中生活は地球生活のための準備期間であるのと一緒で、地球生活は自分が死んだ、肉体がなくなった後に行く、自分がこの100年、80年の時代に使った心によって作られた魂の世界に行く準備期間だからこそ、そこに一人一人が 責任を負っていくことをしていけば他人に対して、対話自分のこと責任を負ってくれませんからね。死んだらなくなりますから。だからこそ他人の目で見ている世界は他人事で終わってしまうのではなくて自分という存在は心魂だと思ったらですよ。目の前の人、目の前のものは全部が意識したらある。意識しなければない。意識したということはですよ。 その時に使う心がそのまま魂に投与されるわけです私はあなたにとって関係のない存在というふうに思って使われる道具使われるカメラ今プーチンさんはですよもう人のことを使っているじゃないですかコマのようにでももし自分が相手の立場だったらって思ったら多分もう今頃やめてるんじゃないかなって思いませんか それはやはりその瞬間に自分が使っている心に着目ができれば簡単に出てくる気持ちなのではないかなと思うのですがいかがでしょうか今日私が何を皆様にお伝えしたいかというい言ったら人類共通の存在する目的が分かっていないことが全ての不幸を生んでいるということそしてそれを分かって初めて肉体 が自分ではない。心魂が自分なんだ。というところに帰結して、初めて自分の人生に対して責任を負っていくことができるスタートラインに立てるということ。そして、それをもって、初めて、ここが本当の親子関係なんだな。親心が子魂を育てていく体中生活で、 お母さんがお子様の肉体を作っている、そして生まれて初めてその存在を結果として見るのと同じように、今のこの地球生活では、もうへそのを切られた瞬間から、確かにお母さんとかお父さんという存在はいますよ。でも、他人の他人なんですもん。本当の親子関係は、私の親心。 が尊い子魂をいつ死んでもいいようにとにかく精神・誠意心を尽くして育てていってそこにだけ自己責任を負っていくことなんだ。これを全人類ができたらすぐにみんな欲望を手放せると思うんです。なぜなら肉体が自分ということは イコール、欲望が自分であるということになるからです。私という存在が心魂だというふうになったら。それは。与えたい、与えたいの関係性を。作っていくというところになっていくんです。なぜ。誰も欲望の世界になんか行きたくないからです。みんな、感謝。と、喜びの世界に行きたいって思うからなんです。 ぜひ、今日、この瞬間から、世界の争いは欲望の闘争なんだという理解のもと、いつ死んでもいいように、個人である一人の私が、この肉体は他人であるということを知り、欲望を手放すことをスタートすることによって、ただただ自分の心にだけ、 自分が使う意識にだけ責任を負っていくことが世界の混沌と混迷を少しずつ少しずつかもしれませんけれども小さく小さくしていくことにつながっていく世界の平和は何かを制定したり何かを評価したり何かを反対することでなんか終わらないっていうこと 肉体が自分の延長線上をやっているうちは常に欲の延長線上でしかないということ。とにかく一人でも多くの人にものすごく地味な実践です。ものすっごくきらびやかな実践ではありません。もうとっても地味です。本当にシンクロナイズとスイミングのように水面ではニコニコ。でも水中ではパタパタ。 このようなものすごく地味なことなんですけれどもでもこれをしないと何も変わらないこの YouTube を見てくださった誰か一人でもいいです誰か一人でもいいのでこの自助努力私もしていきます一緒に自助努力をしていく方が一人でも増えてくださったらなというふうな思いで一人でも多くの方がこの 混沌と混迷のカオスの世界から本当の調和と秩中の世界にコスモスの世界に繋がっていく一丁になっていただけたらという思いで自分に話すのごとくお話をさせていただきました少し長くなりましたがご成長いただきましてそしてお時間を抑えてくださいまして本当にありがとうございましたもしよろしければまたぜひあの他の動画もご視聴いただければというふうに思いますご興味がありましたらぜひ また、こちらのページ開いていただけたらというふうに思います。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。